everybody. I'm Mary Aldhaus. Since this is our last lesson, today we'd like you to enjoy a review of some of the little skits that we've used on this program. First, though, here are the three helpers who performed those enjoyable skits for us. Mine desu. Sugihara desu. Kaiho desu. さあ、どうぞ。こんなスキットからご覧ください。これはあなたの荷物ですか？はい、私のです。さあどうぞ。ありがとうございます。失礼します。あ、これはあなた。え、これは私じゃありません。だってこれ今、やったじゃん。それ、あの、これは私のですけど、これは私じゃありません。それは私のです。ん？どうもすみません。椅子があります。椅子があります。傘があります。傘があります。ドアがあります。ドアがあります。猫が。猫が。猫がいます。ボールはどこにありますか？ボールはテーブルの上にあります。ボールはテーブルの上にあります。ボールはどこにありますか？ボールは椅子の下にあります。ボールは椅子の下にあります。ボールはどこにありますか？ボールは箱の後ろにあります。ボールは箱の後ろにあります。ボールは私の前にあります。ボールはミネさんの前にあります。ボールは頭の上にあります。カイホさんはどこにいますか？カイホさんはボールの下にいます。カニ。You didn't have any trouble understanding those skits from the first few lessons, did you? Today, in addition to watching skits, we're going to show you some signs that we've found along the streets and use them as material for reviewing hiragana writing. Well, now, let's get back to some more skits. 15五十三、三十六、四十二。
ぞ押してください。どうぞ押してください。どうぞ入ってください。どうぞ入ってください。すみません、座ってください。すみませんが座ってください。あ、どうもすみません。すみませんが立ってください。え、立ってください。あ、どうもすみません。座ってください。はい。あ、立ってください。座ってください。立ってください。座ってください。立ってください。座ってください。助けてください。乗り場。ただいま参りますので少々お待ちください。はい。窓を開けてもいいですか。え、どうぞ。窓を閉めてもいいですか。ああ、どうぞどうぞ。クーラーをつけてもいいですか。ええ、どうぞ。すみませんが、はい、クーラーを止めてもいいですか。どうぞ。どうもすみません。上着を脱いでもいいですか。え、どうぞ。じゃあ失礼して。これ脱いでもいいですか。いいえ。いらっしゃいませ。タオルはありますか。はい、タオルはこちらにあります。そのタオルをください。こちらですか。いいえ、その大きいタオルをください。こちらですか。いいえ、その青いタオルをください。こちらですね。ええ、そうです。それを3枚ください。はい、このタオルを3枚ですね。ではこれで。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございました。 That shopping scene reminded me that we haven't taken a close look at Japanese money yet. Here are the 6 coins now being used in Japan. All of them, except the 5 yen coin, show their value clearly in Arabic numerals. The 5 yen coin and the 50 yen coin are rather unusual for their holes.There are 3 kinds of paper money now being printed in Japan. This is the 10,000 yen bill, and this is the 5,000 yen bill. The 2 men you see here were both leading thinkers and famous educators of their day. The 1,000 yen bill pictures Natsume Soseki, a famous novelist,whose works have been translated into many foreign languages. Well, let's get back to some more skits. さあ、奥さん、どれをどこに置くんですか？それをここに置いてください。これをそこに置くんですね。はい。それをそこに置いてください。これをここですね。はい。はい。これをあの上に乗せてください。これをあの上に乗せるんですか。はい、いや、これを隣の部屋に運んでください。それを隣の部屋ですね。はい、はい、これをこの下に入れてください。これをその下に入れるんですね。はい、はい、
これをその上に乗せてください。これをこの上に乗せるんですか。はい、はい、よっ。あれをここに置いてください。あれをそこへ。すみません、今何時ですか。9時半です。今何時ですか。12時です。今何時ですか。1時半です。今何時ですか。あ、3時10分です。今何時ですか。わかりません。漫画。ミネさんは新聞を読んでいます。ミネさんはコーヒーを飲みながら新聞を読んでいます。ミネさんはコーヒーを飲みながら新聞を読んでいます。カイホーさんも新聞を読んでいます。カイホーさんはお菓子を食べながら新聞を読んでいます。カイホーさんはお菓子を食べながら新聞を読んでいます。杉原さんはお菓子を食べながら音楽を聴いています。杉原さんはお菓子を食べながら音楽を聴いています。これは私のお菓子です。若い人たちがダンスをしています。若い人たちがダンスをしています。男の人が写真を撮っています。男の人が写真を撮っています。女の人がダンスを見ています。女の人がダンスを見ています。子供が遊んでいます。子供が遊んでいます。女の人がアイスクリームを食べています。女の人がアイスクリームを食べています。鳥が鳴いています。鳥が鳴いています。犬が走っています。犬が走っています。電車が走っています。電車が走っています。 Let's take a break here and look at some public telephones in Japan. There are many different types. Japanese public phones can be found almost everywhere.Many public phones are now of the push-button type. Another recent development is the introduction of phones which are operated with credit cards. Well, let's get back to our study of Japanese and review some more skits. 杉原さん、ね、杉原さん。暗いですね。怖いですか？とても。
怖かったですか？怖かったです。もっと見たいですか？見たいです。じゃあ私は帰ります。面白かったですか？面白かったですよ。あれ、ミネさん、ミネさん、私ですよ、ミネさん。面白かった。ではこちらでどうぞ。はいはい。ですか？ちょっと大きいですね。あら、本当ちょっと大きいですね。ではこちらをどうぞ。はいはい。いかがですか？ちょっと小さいですね。本当にちょっと小さいですね。ではこれをどうぞ。はいはい。いかがですか？小さくありませんか？いえ、小さくありません。ちょうどいいです。まあ、とってもお似合いですよ。ですね。映画みたいですね。蔵前橋。杉原さん、これいかがですか？私、それあまり好きじゃありません。ああ、じゃあこれはいかがですか？私、それもあまり好きじゃありません。お酒はいかがですか？嫌いですか？いいえ、嫌いじゃありません。じゃあ、どうぞ飲んでください。
なんですね。明日晴れるでしょうか。ええ、多分晴れるでしょう。では明日の天気です。明日は晴れるでしょう。やったこの船沈むかもしれませんよ。え、杉原さん泳げますか。はい、泳げます。海保さん、あなたは泳げますか。はい、泳げます。では早く。あれ、ミネさんは。私は泳げないんです。As you watch these skits again, don't you find that it has become much easier for you to pick out sounds, words, and patterns? The next couple of skits that we're going to see take up patterns that we learned fairly recently. プールの水冷たいでしょうか。ええ、冷たいでしょう。あ、あそこに海保さんがいますよ。え、どこですか。ほら、あそこ。海保さん、水冷たいでしょ。何ですか。水冷たいでしょ。え、聞こえませんよ。水冷たいでしょ。いえ、そんなに冷たくありませんよ。そうですか。これ本当冷たくありませんね。プールの水冷たかったでしょ。いいえ、そんなに冷たくありませんでしたよ。杉原さんも泳ぐんですか。ミネさんも泳ぎませんか。いいえ、私はここで見ています。明日は晴れるでしょうか。うん、雨かもしれませんね。でも晴れるかもしれませんよね。ええ、でもこの雨止まないかもしれませんよ。でも止むかもしれませんよ。ええ、まあもしかしたらね。おみくじ。すいません、ミネさんに話したいことがあるんですが、今話せますか。ええ、今いいですよ。どうぞ。どうもすいません。ミネさん、ミネさん、ミネさん、ミネさん。聞こえません。マイクで話してください。このマイクで話してください。はい、どうもすみません。ミネさん、聞こえますか。はい、よく聞こえます。何でしょう。テープありましたよ。え、あった。今聞きたいな。海保さん、そのテープ今聞けますか。はい、いいですよ。いや、お願いします。あ、い、う、え、お、あ、い、う、え、お。次の方どうぞ。
どうしたんですか？お腹が痛いんです。はいはい、どれどれ。どうしたんですか？ジュースが出ないんです。どれどれ。私は今横浜の港に来ています。港には船がたくさん入っています。ベンチが並んでいます。綺麗な花が咲いています。カモメが止まっています。ここにはゴミがたくさん浮いています。あら、魚もいます。ああ、あの魚は死んでいます。とにかく私は今横浜の港に来ています。 We've gone back over these old skits today to help you review many of the patterns of expression you've learned in the course of this program. I hope you enjoyed seeing them again. Well, at this point, let's welcome once again the three professional performers whose hard work helped make basic Japanese so much fun. Let's give them a big hand. Thank you so much for all the time and effort you put into this program. どうもありがとうございました。For me, thank you. いかがでした？面白かったですか？これからも日本語を勉強してください。またいつかお会いしましょう。ありがとうございます。ではここで私が歌を歌います。では私はギターを弾きます。じゃあ踊りを踊りますか？What a good idea. じゃあ私も。すいません、時間がありません。 She says we've run out of time. We have to say goodbye for now, but we certainly do hope you'll continue your study of Japanese. さようなら。さようなら。